火の方。願いもろとも灰としましょう。悔やみなさい。いつでもよい。呼べ。すべてを灰に熟した。力を借りる出番だな。我らが刃突き立てる。いや、終わりだ。逃がしません。受けてみろ。休みするか。
しませてみな。より、とどめだ。セット。力を借りる。はいはい。どうした？力を借りる。出番だな。我らが刃。突き立てる。見えた。力を借りる。今行く。新たな力を得たか。休みする。丹念に手入れしよう。
やるではないか。来るがよい、若き者の不要。知れ。
を楽しませてみな。よりとどめだ。謝ったか。俺を楽しませてみな。よりあげる。じゃあね。一休みするか。あんたの腕、頼りにしてるぜ。かたじけない。じゃあまたな。おや、どうしたのさ、お侍さん方。あ、武蔵ちゃんに用かい？悪いけど今は出払っててね。少し待つか、出直してもらえると。ああ、いや、こたびはそういった用向きではなく。じゃあ何さ、まさか、私が塞ぎ込んでると思って？の。図星みたいだね。とんだ色男だよ、伊織様は。自ら義を降りたも同然の私なんかにちゃんと心を砕いてくれるんだけどね。吉原の女は強いんだよ。誰が失せた、誰が言ったでしょぼくれたりしない。それにあの子は、サムソンはこうなることを望んでたんだ。だから満足して帰っていった。あの子と出会い過ごしたわずかな時に、私はちっとも悔いなんかないんだよ。待て、サムソンが消滅するのを望んでいたと？ああ、今となっちゃそう思うよ。サムソンは望んでた。髪を切られることをさ。無敵の強者じゃなくなっちまうってのに。私がサムソンの髪を切ったあの脇差し、あんたたち見覚えはないのかい？あの子が落としたのを拾ってやったって聞いたけどね。あの時の脇差しか。そう、私が送った脇差しだ。使いもしないのに御所を大事に身につけてた。それをある日いきなり突っ返してきて、土帝の魔術で、はぐれたちが一度操られちまった後のことだったから、きっとあの時からあの子、覚悟を決めてたんだろうね。髪を切り、
力を奪った私を、あの子は良いと許してくれた。すごく満ち足りた笑顔でさ、参るよ。本当あんな顔されたらさ。太夫、二人とも改めて礼を言わせておくれ。あの時一緒にサムソンを止めてくれて本当にありがとう。私に手を下させてくれてありがとう。うん、よかったらこれあんたも持っていちゃくれないか。これは紙か。あの日手元に残ったものを束ねて取っておいたんだ。何もかも消えちまったけど、これだけはなぜだか消えやしない。あんたたちにも覚えていてほしい。バーサーカーなんぞに定められながら、誰をも恨まず許して守ろうとしてくれた誰より優しい一人の男のことをさ。鍛錬の甲斐があった。高尾太夫のもとに流れ着いた漂白の死は、三浦屋の用心棒として剣を振る。そんな日々の一幕に、吉原の守護者となる異常夫との出会いがあった。わあ、なんと立派な、そ、英霊よね。わあ、なんと立派な御仁。その腕、その足、その体、相当に鍛え抜かれた分厚さと見受けました。英霊よね。この感じ、バーサーカーかしら。私もバーサーカーだし、縁があるみたい。もしや、いわゆるはぐれサーヴァントってやつ。そんなものが召喚されるなんて、この儀式。おっと、やる気十分ね、いずこの異教の異常夫殿。即切り捨てはなんだか惜しい。ここはひとまずおとなしくしてもらいましょう。撫で切りにしてあげましょう。むき出しの闘志、いいわね。霊気が切りつく。ジュンは一瞬。
まじい怪力ね。まともに食らえばひとたまりもないでしょう。とはいえここは花の吉原、荒っぽい男はお呼びじゃないのです。見切った。こんな感じ。これならナム天満大自在天神、この一刀こそ我が空洞、我が生涯、イシャラ大戦勝。でもハグレスに隠れ、あなたこそ守る南天満大自在天神、利用クリから超テンション、行くぞ剣豪バット、イシャラ大天将。凄まじい怪力ね。まともに食らえばひとたまりもないでしょう。とはいえここは花の吉原、荒っぽい男はお呼びじゃないのです。なんて硬さ、攻撃に防御、いずれもはぐれの規格外。あなたこそ誠のバーサーカーでしょうとも。でも私も負けていられない。これだけやっても倒れない幾千万の斬撃をものともしない仰天の鋼の肉体。さぞや高名な勇士なのでしょう。だけどここは吉原太夫の拠点、私としても退けぬ理由があるのです。武蔵ちゃん、なんだいこの騒ぎは。太夫、危ないから来ちゃダメって。いえ、それより今は私の後ろに。これはまた随分な異常夫じゃないか。なんでここで暴れてるんだい。異国の御神じゃ言葉は通じないかね。私に見とれてくれでもしたらありがたいんだけどね。止まった。いえ、それどころか、この一瞬で警戒心や敵意まで消え失せた。太夫、念のため聞いておくけど、あなたの知り合いじゃないわよね。
まさか、こんな立派なおのこ、会ってたら忘れようがないさね。でも、なんだろうね、私を見る目が妙に優しい気がするよ。へえ、そうなの？さすがは吉原一の太夫ってことなのかしら。この御仁もサーヴァントなのかね。ええ、おそらくは。マスターを持たない、いわばはぐれのサーヴァントと見ました。どうしてここ吉原に現れたかは追って調べてみるとして、どうしたものかしら。帰る場所があるなら返してあげるべき。決めるのはこの子さね。異常夫さん、聞こえるかい。行くあてがないんならこの吉原にいるといいさ。こんな町だ、男ではいくらあっても困らない。あんたみたいな用心棒がいてくれたら、どこの店の子たちも安心できるだろうしね。うん、驚いた。おとなしくなっちゃって。ここは見事と言っておくべきね。やるわね、太夫。どうかしら。いらっしゃい。うまい、もう一つだ。ごめん。また来てくれよ。何か食べるか。
く。決める。私の背中、イオリに預ける。この程度、朝飯前というあれだ。お値打ちなし、買い取らせてもらいますね。お代いただきますね。またのお越しをお待ちしてます。いらっしゃい。また来ておくれよ。決める。押し切る。いや、私の背中、イオリに預ける。任せろ。まだ半ば。いらっしゃいませ。カヤにも勝っ、コメ、カヤにも勝っ、コメ、またのお越しをお待ちしてます。油断したな。見せてやれ。来い。任せろ。我らが刃、引き立てる。
バは居心地がいいな。そうか。よく来たな。持っていけ持っていけ、丁重に扱えよ。持っていけ、丁重に扱えよ。そうだ、残らず収めよ。またよく、また来るがよい。これ使ってね。じゃあね。始めよう。これでいい。